全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。あなたは金縛りにあったことがありますか？私は一度だけあります。ある夏の真夜中、ベッドの上での出来事です。その日は疲れていたのですぐに眠りについたのですが、いつの間にか意識がはっきりしていました。どうやら目が覚めたようです。すぐに眠れるようになると思いそのままでいたのですが、覚醒状態の意識はなかなか眠りに向かいません。なんとか眠ろうと思い寝返りを打とうとした時、異変に気づきました。体が動かない。どれだけ頑張って体を動かそうとしてもピクリともしません。起き上がろうとしてもダメ、腕を動かそうとしてもダメ、足を持ち上げようとしてもダメ。あの時の恐怖は今でも忘れられません。10分ほどで金縛りから解放されたのですが、全身が汗びっしょりになっていました。そんな金縛りですが、金縛りに遭う人はうつ病になりやすいというニュースが入ってきました。それはアメリカ睡眠医学会が発表したレポートからです。研究チームがアメリカの学生アスリートに調査を行ったところ、なんと 18% の人が金縛りにたまに会っていると回答し、 7% は週に1回以上金縛りに会っていると回答したのです。これだけなら金縛りってよくあることなんだねって終わる話ですが、そうはいきません。なんと金縛りに会っていた学生アスリートたちは、その他の学生アスリートに比べてうつ病診断テストのスコアが高かったことが分かったのです。研究チームのマイケル・グランドナー助教授はこう語ります。金縛りや幻覚などの症状は一般的には比較的無害であり、滅多に起きない症状であると考えられています。しかしながらそれらの症状は経験する人々に極めて深刻な苦痛を与えることがあり、学生アスリートの間では驚くほどスタンダードなのかもしれません。そしてさらに驚くべきことに、これらの症状はうつ病の症状の重症度を予測し、うつ病とこれらの睡眠障害の両方に影響を及ぼす可能性があるのです。金縛りって思っていたより怖いんですね。そんな金縛りに合わないためには、毎日同じ時間に寝る、自分に合った枕やベッドを使う、安眠できるようアロマや照明、音楽を試してみるといったことが効果的だということです。私は自分の体に合ったベッドと枕を使うことで安眠できていますので、あなたも自分なりの金縛り対策をとってみてはいかがでしょうか。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。